フラットマンドリンフラットマンドリンフラットマンドリンは19世紀末よりアメリカ合衆国から普及した発言楽器マンドリンの一種。主にブルーグラス、カントリーおよびジャズなど幅広いジャンルで使用される。スチール弦で2本の弦を1組として、それが4組ある。長弦は低い方から GDAE で音程差は全て5度である。金属のフレットがあり。 ピックを使って演奏するのは、イタリアのクラシックマンドリンと同じであるが、19世紀後半にクラシックマンドリンがイタリアからアメリカに渡り、立って演奏するプレイヤーからの要望もあり、ギブソンの創設者、オービル・ヘンリー・ギブソンの手によって、背面がクラシックマンドリンのようにドーム状ではなく、バイオリンのようにほぼ平らで緩やかな膨らみがある、フラット形状に改良される。このことから、 フラットマンドリンと呼ばれる。表板にやや膨らみがあるものをアーチとトップと呼ぶ。対して完全に平らな評判を持つものをフラットトップと呼ぶ。ボディの形には上部にスクロールと呼ばれる渦巻き型の部分があるイタイプと円形に近いようなし型の A タイプがある。カイ型と A 型ではヘッドの形も異なり、A 型はシンプルでカイ型はより装飾的なヘッドが通常である。 音は個体差はあるが、おおむね F 型は高音がよく響ききらびやか、A 型はやや穏やかである。サウンドホールはバイオリンのような F 字型のものが多いが、アコースティックギターと同じ楕円型などもある。1919年にギブソンに迎えられた発明家ロイド・ロアーの手により、フラットマンドリンはさらに完成度が高められた。ブルーグラスの創始者ビル、 モンロウの愛機でもある回マイナス5と呼ばれる F 型マンドリンはロイドロワーの調整、検品済みの証としてサインが入り、音色及び希少性から現在、高価格で取引されている。なお、同時期にブラジルに渡ったクラシックマンドリンから改良されたバンドリンは背面が同じように平らだが形状は大きく異なる。フェンダー製 マンドキャスターに代表されるエレキギターのようにピックアップがついたエレキマンドリンも作られている。クラシック楽器のように高音部から低音部までをカバーする以下の種類がある。マンドリン、マンドラ、オクターブマンドリン、マンドチェロ。日本のポップスロック界においても1970年代からマンドリンが使用されるようになり、ガロの、ロマンス、かぐや姫の、神田川などで使用され、 玉野智久俊明もこの楽器を演奏していた。また最近では、ザ・アルフィーの坂崎孝之助が、ライブにて6弦アコースティックギターや、ガットギターとフラットマンドリンを組み合わせた、ダブルネック仕様を使用することもある。ありがとうございます。